海藤愛子、メス40、骨折していた。骨折なら秋には間に合うだろう。そろそろ繁殖引退の年齢やろ。目覚まし厩舎に飼い殺されたな。もう40なのか。アルナシーム、重賞初制覇、伝説の朝日杯4着馬がやってくれました。万世のモーリス3コマ、やっぱり強い。ノリはカーブを利用して直線で好位置に持ってくるのが本当にうまい。横山ノリ、今年の勝倉12勝目、重賞4勝目、どういうことなんだ。2歳の夏から走り続けて5歳で初の重賞制覇。やっぱりモーリス3区は成長力がすごいな。